私先に帰るね。ああ感謝するよお嬢ちゃん。送っていこうか。うんうん大丈夫、師匠がすぐ近くにいるから。ガミ、親父。今回は私から言おう。ああ素晴らしかった。ずっと長く十部劇を見てきた私でも素晴らしかったと言わざるを得ない。お、はあ、親父も態度が柔らかくなる時があるんだな。お前本気でこれを生業にするつもりか。ああ分かってるさ、難しいことは。でも重要なのはそこではない。私が言いたいのはだな、難しいというのは客観的な事実に過ぎないということだ。重要なのはお前の決断、お前の夢、そしてお前の行動だ。私が若かった頃は、おっと、昔話はまた今度にしよう。とにかく考えが変わったのだ。このタコももっと高いところへ飛んでいくべきだ。親父。息子よ。なんだよ急に息子なんて呼んで。親父らしくない、まさかこんなことを言うなんてとか思ってるんじゃないか。ちょっとだけ。なかなかこういったことを言う機会がなくてだな。そのなんだ、本当は、うん、私にとってお前は本当にいい子だ。さあ言いたいことは以上だ。それにお前もさっきから何か言いたそうじゃないか。あいつらちゃんと話せてるっぽいな。うまくいったみたいでオイラもほっとしたぞ。さて私は行こう。ほらあそこで友達が待っているんだろ。え、でも親父、せっかくリーユエコーに来たのに。リーユエコーにはもうしばらく滞在するつもりだ。ザオ茶はお前がおごってくれるな。親父、ったく。行ってこい。ああ、また後でな。行ってくるぜ。か、別に照れることないぞ。ちゃんとみんなに礼を言いたい。カンウンおばちゃんや手伝ってくれたダチにな。でもし時間があったらみんなでタコ揚げしようぜ。涼しい場所に行きたい。
よくや。もっと早く。旗よ、ここに槍よ。はっ。
持って行ってください。始めよう。火に気をつけろ。マジックポケットに入れよう。よいしょ。宝探し大成功。
よし。しまって。よし。
早くしまって。